相模原警察署は神奈川県警察が管轄する警察署の一つ。相模原市警察ブレーカー第4方面に属する神奈川県各市の大規模警察署である。識別証所,所属表示は GK。管轄区域内には在日米陸軍、相模総合補給所があり、国内でサミット等が開催される際は神奈川県下各方面から警備が増員される。 また毎年春には市民桜祭り、夏季には上溝夏祭りや相模川花火大会等が開催され、多くの人出があることから、諸院総出で雑踏警備に当たる。市長合併以前は旧相模原市北部までの広範囲を管轄していたが、110番司令件数が全国屈指となり、神奈川県下で最も犯罪が多発する地域になるなど、 治安悪化が状態化したことから、業務負担軽減のため、2006年に新たに、相模原北警察署が設置され、管轄範囲のおよそ北半分を遺憾された。しかし依然として、犯罪発生率や、交通事故発生率は高く、刑法犯罪発生率も神奈川県下では常に、上位に位置するおよそ27万人が居住する相模原市中央区の治安を担っている。 管内には指定暴力団田川会計組事務所が存在する。また管轄区域北側は東京都と隣接しており、しばしば警視庁と相互の緊急配備や事件手配が行われ、その訓練も行われている。所内に刑事部機動捜査隊の相模原分駐所や警備部直轄警察隊が配備されているほか、他の神奈川県警察施設として管内には、 神奈川県警察学校吉谷大文校が存在する。2012年以降、繁華街等における街頭犯罪抑止対策のため、街頭防犯カメラを運用している、神奈川県下で数少ない警察署の一つである。所員数は300名以上、署長には警視制が当てられる。2010年4月、管轄区域の変更に伴い、それまで当初の所管であった浅水交番は、 相模原南警察署の所管となった。ありがとうございます。